長津田に会ってきました。こっちだ。頭いい。これだな。リオレンタカで、押した佐藤と申します。外の EV のこちら。あ、これですか。まあ普通の車としてキー、はい、オンにしてもらえれば、はい、今ごめんなさいフルの1個下になっちゃったんですけど、はいはい、バッテリーは十分ありますんで。はい、サイドですね。はいはい。サイドで下ろして。でこのワイパーのアームみたいなやつがあるんですけど、はい、これが真ん中だとニュートラなんで、はいはい、こっちドライブです、はいはい、こっちにすると今バックなんで、はい、だからこっち上にしてもらえればあともアクセル含めば走りますので、はいはいはい、これはもう普通の車とそうです、ね、一緒ですので、はい、ライトはもう常時点灯になったんで、はい、お願いします。分かります。はいはい、はい、はい、使いそうは何も、はい、わかりました。じゃあ多分ちょっと前に、はい、帰ってきます。ちょっとじゃあ一回前出しますね。あ、はい、どうなんだ。早いね。なるほど。はい、あ、じゃあ、はい、じゃあ、お借りします。はい、感覚的にそうですね。で、はい、はい、どうぞ。これね、丸いんじゃないんだな。ちょっと待って、こんな感じか。これか。やっと乗れました。坂道だから、下ってるからか。電流か。電流使用量と、こっちがあれか。バッテリーの残量かな。これはだいたい S モデルなのか L モデルなのか。プチック。
構速いね。かわいい。100キロまで乗せられる。タイヤは何も。足は三輪なんで